ダイオドンショショネンシスの生態復元、ダイオドンホランディの完全骨格。ネブラスカ州のアゲートスプリングス化石採掘場より、学名の変遷については本文を参照。ダイオドンは、約2900万年前から約1900万年前に、あたる、古第3紀前身予中期から新第3紀、中新予前期にかけて生息した。クジラ偶蹄目エンテロドン科に属する絶滅した哺乳類の属。模式種はダイオドンショショネンシスで最後にして最大のエンテロドン科の動物であり、発見されている本種の生態には90センチメートルの頭骨を持つ個体もいた。アメリカ合衆国に幅広く分布したが、個体数は豊富ではなかった。エドワード・ドリンカー・コープの現記載論文では、指定されていないものの、敵意がある、または、恐ろしいを意味するギリシャ語、ジアスと、歯を意味するエーデンに橋を発する。ダイオドン属は1878年に、アメリカ合衆国の解剖学者兼古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープが設立した。彼は、ダイオドンを、うまめに分類し、メガセロプスと、ごく近縁であると考えた。この分類は1905年に、エロテリウムカルキン氏が記載されたことで終止符を打たれた。エロテリウムは、ダイオドンと同じ岩から発見された、完全度の高い骨格であり、ダイオドンに酷似していた。エロテリウムは1909年に、ピーターソンが即座にダイオドンの種とみなした。これをもって、ダイオドンは、エンテロドン科に再分類されることとなった。ダイオドンと、他のエンテロドン科との正確な関係は判明しておらず、1998年に論文を発表したルーカスらのような執筆者は、前身予後期に北アメリカへ移動したアジアのエンテロドン科の子孫がダイオドンである証拠として、アルケオテリウムといった北アメリカのエンテロドン科よりも、パラエンテロドンとダイオドンの形態的類似を考えている。しかし、パラエンテロドンとダイオドンの両方に存在する形質がアルケオテリウムの標本においても確認でき、前者に属が北アメリカの共通祖先から枝分かれした可能性が浮上している。ダイオドンの模式種はダイオドンショショネンシスで、これはオレゴン州ジョンデー層から出土した下顎の断片に基づく。ダイオドンカルキン氏、ダイオドンメント、ダイオドンミノウなどの種が、その後数十年の間にダイオドン属に位置づけられた。1945年以降、他の2つの分類群が実際にはダイオドンのジュニアシノニムであることが示唆されていたが、ルーカスの1998年の研究によってようやく形式化された。コープのライバルであるオスニエル・チャールズ・マーシュにより、命名されたアンモドンレーデアヌムとネブラスカ州、アゲートスプリングス採石場から出土した完全骨格、ディノヒウス・ホランディは、互いに識別不能で、さらにどちらもダイオドンショショニエンシスとの識別が不能であることが発覚した。暫定的に、ダイオドンから除外されたダイオドンカルキン氏以外で、ダイオドンとされた種はすべてダイオドンショショネンシスのシノニムとされた。同じ年に不明確なエンテロドン科であったブーチョラス・ユルモラサムもまたホスト・フレムドによりダイオドンのシノニムとされ、形態の際は個体差か性的2型に起因するとした。人との比較ダイオドンショショネンシスは知られているエンテロドン科の中では最大の種であり、頭骨が90センチメートルに達し肩高が 1.77 メートルに及ぶ個体も発見されている。他のエンテロドン科と異なる特徴には、歯の特徴、アルケオテリウムのものと比較した際の頬骨の円の相対的小ささと、形状、薄い小結節の小ささ、手根骨と足根骨の特徴や、硬いの骨の融合が挙げられる。他のエンテロドン科と同様に四肢は細長く、前肢の骨は互いに融合しつま先を2本残すのみとなっている。また、頭部の大きさとバランスを取るため首は軽い構造になっており、頭部の重量は胸椎の高い神経棘に付随する筋肉と腱に支えられていた。ありがとうございます。